もうさっきから、ね、中国経済の曲がり角というかもう衰退してんじゃないのって話をしましたけども、えー、やっぱこ、ね、見てくださいよアメリカの、ね、輸入元で中国が首位だったんですけども15年ぶりに陥落ですよ1位はメキシコになりました日本も対中国の輸出減ってますし輸入も減ってます韓国からも対中国貿易減ってますからね結局、これほら誰が言い始めたとこれ安倍さんですからね、はい、自由で開かれたインド太平洋構想ですよ。 でトランプが本気になって分かったって言って関税かけるって言ってこれから中国のものを買うんじゃなくて中国の経済がね、えーまあ、衰退するように仕向けなくてはいけないと180度安倍さんが説得してトランプさんがやったわけですから。 で、そのね、対中国包囲網を築くっていうのは、バイデンさんも引き継いでるわけですね。はい。ですから、アメリカは、まあ、中国から全く物を買わないということはないけれども、まあ、バイアメリカン、ハイアアメリカンっていうふうにね、トランプさん言ってましたけど、アメリカでできるだけアメリカのものを使おうねって、まあ、どうしても足りないものがあったら買ってもいいけども、基本アメリカのものを使おうっていうふうになってますから、だから何でもかんでも中国が安くていいのね、じゃなくて、アメリカで調達できるものはアメリカで調達する。だから、これ日本もそうするべきなんですよ。まあ、中国から 何もも買ううななとは言うつもりはつりいですよ、まあね、でも、まあ、日本で調達できるものはできるだけ日本で調達しようっていうそういう意識を持っていいと思うのでちょっと高くてもね、はい、それが日本の国力を高めることになりますからね。はいえー、なのでまあ中国からね買うものがあるとしたら、まあ、ピータンと紹興酒ぐらいかななんていうことをねいつも言ってますけどそれ以外別にね中国からじゃないと買えないものってそのぐらいですよ。 ピータ紹興酒ぐらいですよあとはねあのよそで調達できますからえ中国からじゃないと買えないものはねほぼないですあカニはねあのー、あれ日本,こ日本国内でねガニがいますからね、あのー、それでじゅ全然大丈夫ですし、えー、童貞根の汚いカニよりもいいんじゃないですか日本のカニの方がねそ、はい、うです x ピータンいや別に X しなくてもいいですはい <laughs> はい <laughs>、はい というわけで、えー、アメリカ輸入元、中国が首位陥落ということですね。だから中国経済、非常に厳しいと思いますよ、はい。EV ももう息切れしてますからね。だってあの、えーっと、EV を作るための,あの原料がどんどん価格が安くなっちゃってる、ね、今大変みたいですからね。リチウムイオン電池、今、暴落してるんですよ、価格が。はい